今日は練習1日目でしたけれども、練習の雰囲気など、はい、こうベルディの雰囲気どう感じられました？そうですね、自分が想像してたよりすごいチームとして一体感があって、でみんながこう同じ目標に向かって楽しみつつもやっぱ激しくっていうのを忘れずに、それをモットーにやってるんだなっていうのがすごい伝わってきて、本当にいいクラブに来たな、来れたなっていうふうに思いました。永井監督、まあ、今日ちょっとゲーム形式もやりましたけれども、どんなサッカーをするっていうのを少しこう感じることができましたか？そうですね、まあ、その入る前からその強化部の人とかに説明を受けててっていう言葉で受けてた、言葉で感じる部分はあったんですけど、やっぱりピッチに入ってみて改めてこうしっかりとつなぐサッカーっていうか、ちゃんといるべき場所に人を置いて、そのただ回すだけじゃなくて、最もゴールからこう近い方法からどんどん探していってプロセス組み立てていくっていうサッカーが今日その指示とか聞いて特に感じました。山口選手のこうサポーターに見てほしいプレー、どんなところか教えてください。そうですね、やっぱ対人の部分と、あとやっぱりアップダウンしてクロス上げて戻ってとか、そういうところだったり、あとはもう闘争心とか気持ちの部分では絶対に負けたくないなっていうふうに思ってるので、そこはファンの方々にも見ていただきたいです。2021シーズン、このベルディで成し遂げたい目標とか、個人的なものでもいいんですが教えてください。そうですね、スタメンでまずは全試合フル出場を目指すっていうところと、チームとしてはもちろん J1 昇格して、できたら1位で自動昇格圏で昇格するのが現実的な目標かなというふうに思います。